とだるまでしげだるまでじゃ誰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 じゃ次はおうちバージョンしげとだるまでひげだるまですあ、お前はい、ということで本日はひげの僕一人とゼロプリのセシルとセシルですあおうちと3人で本音酒おい本音酒ワンヤマいきなりということで、うん、下北沢にはい、ということで今回は下北沢駅にやってきましたイエーイ大好き楽しみ下北で飲むの初めてえ、マジ、うん、私はミュージックバーも行くし遊びバーも行くし、うん、シーシャバーも行くし、うん、ご飯も行くえ、じゃあもう何でも知ってるってこと下北大好き下北大好きだじゃあ今日は、うん、もうセシルにちょっとこの辺良さそうっていうのをあ教えてもらおうかな甘えんなよどこら辺がさ栄えてんのでも基本な、うん、こちら辺の下北っちが商店街があるから、うん、基本何でも店あるイメージしんみり行きたい人は大体こっち行くねんなうわー今日の気分どっち下北知らへんにやったら絶対商店街で良さそうなところ探して入った方がワンチャンいいかも一旦そうするの、うん、そうしよう一旦そうしよう一旦そうしよう、うんうん、レッツゴーみたいなのないのねえ、ね、そう俺も思ったそれじゃレッツゴーそのままかマジ初めてやわでも今日金盤やからね結構どこも多いよいや多いよね そこなんだよね2人はどんぐらい飲んだらベルベルになれるねテキーラを2瓶2瓶 ?1 人33杯33杯テキーラはもう無理ですよ私はしっぽり飲みたいんだよ私はじゃあそういうショット系を飲むことはないの王子はセシルいたら飲むセシルいたら飲むんだ違うね違うねこれさこうやって言ってるやろ、うん、とか言いつつ私がちょっとチキってたりする日とかあるやん、うんうん、こいつがわざわざ店員さんにテキーラで私の分まで頼むからだからそらモチベーションが上がるってことだよねセシルがいたらセシルはもうそっち系だからだからめっちゃ飲みたい日は大内私のこと誘ってくんねあーなるほどねなるほどねえじゃあ大内はさそのめっちゃベロベロになったらどうなるお料と変わらんかもあ眠くなる、うん俺寝るでしょって最近え、俺は睡眠時間短かったらめっちゃ眠くなるうんうんうんだけど、まあそんなに睡眠時間普通ぐらいだったらあんま眠くならないかも最近はあれはめっちゃハイにはなるえめっちゃハイになるハイになって、うん、同じ話繰り返すってことそれおうち、それおうちそれおうちお前ら誰だお前ら誰だそれどうやろちょっと全然店見てなかった確かにしかも今回は恋愛トークのみ恋愛トークのみ、うん、恋愛トークオンリーのみやったあんまないのみなことそれ恋愛以外の話をした瞬間に一気なのえっていうルールなの今日マジそれ聞かされてないマジ待って待って何言うよオープニングで言うよお前そういうルールなの肩で肩でこことか置き換えでなんかすげえ良さそうすげえ良さそうちょっと一回聞いてみますねじゃあということであのお寮があのアポ取りに行ってくれました広い背中とかじゃないちっちゃい背中でシーサーの顔してるシーサーの顔してる沖縄料理店から出てきて金曜だもんな営業中あでもここうわでも雨の日だあでもテラス飲みできんだテラス飲みめっちゃいいあ早っあお寮帰ってきましたお寮帰ってきましたさあどうなんでしょうあめっちゃ笑顔OK 出ましたいけた、はい、OK じゃあ行きましょうヨホーヨホーホーじゃあ行きますかはい、おもろいな、おりょうということで、おじいちゃんと飲んでるのじゃあ、行きますか実家帰ってきたかと思った、下北沢の1年というお店にやってきましたはいテラス席で、乾杯乾杯ということでね、今回こっち側の3人はもう恋愛の話を恋愛しか話しない、ね、そう、だから仕事の話とかもう一切だであの、私、ご飯いっぱい食べれるんだよね、もうなしそれもなしだねでもさ、ご飯いっぱい食べれるんだよねだからさ、私より食べれる人がいいんよそれだったらいいよそれはいいこれ頑張ったら家事返せんな返せるあっって言われた瞬間無理ってことであっからこうできた時にはセーフやんなあの時点でダメだといやいや泳がしてもしそうなってた場合なるほどね最後までだねいいよじゃあちょい泳がしでしょその場合はね、うん、はいじゃあまあ恋愛の話しかしちゃいけないからもし恋愛の話をしたらこれ短期にしよう短期にしよう一気にする一瞬でなくなんで短期にしとこう一旦じゃあ短期にどうぞめちゃくちゃあのご飯食べれる話してたんでもうちょいかな、うん、もうちょいですねじゃあこれは企画続ける上で恋愛以外の話も一旦挟みますね、うん
うん、今後のために、うん、こう飲んでいくじゃないですか、うん、あのそこあるでしょ、うん、そこが見えたところがちょうど半期らしいです。ああなるほどね。飲んでた時 に、そこがちらついた瞬間が半期。ああ了解了解。で最後飲み切ったら一気に了解です。いやこれを次から参考にしてもらえた。わかりました。なるなるなる。じゃあそれで行きましょう。はい。ってことで、え今2人はそのパートナーいます？まあまあ一回ちょっと二号しとく？二号しとく？まあ二号しとくじゃない。二号しときはしたいですけど、知ってる限りですよ。いないです。知ってる限りだとですね。まあいろいろちょっとあれだけど。多分いないです。多分やんな。濁されてるやろ。絶対いないです。絶対なんだってこれ。絶対いない。ここは絶対なんだ。めちゃくちゃいない。でもさ、一個聞きたかった。うん、あれやな、じゃない。いいよ。まあ、ハンティ飲めばいいわけやから。そうだよ。じゃあ言いません。あんたらの話やのに。あ、じゃあ一回ですよ。ハンティ飲んでください。そうだ、言ってください。え別に飲むのいいですよ。もうあなたたちが気になるだけだと思うんで別にいいですよ。じゃあ僕が代わりに行きます。なんでなんでなんでその代わり話してくれとそこまで言われたら気になるよな。いや気になるけどそこまで言ったらもういいよ。個人的にちょっと気になっとった話半期のって飲んでくださいから。親戚のおっちゃん汁まあちょっと3分の2ぐらいだったからね。あれ中井くんいる？中井くんいるな。じゃあ同じのお店やってる。懐かしい。じゃあ私は飲まなくていいってことだよね。なんか同食生活しとったやんか、うん、それでなんか最後にさ山椒焼きって言っとったのね。あれってほんまに山椒焼きなの？それとも山賊焼きなの？うん、本当に山椒焼き。なんかコメント欄でさ大内さんそれ山賊焼きじゃないみたいな話が来とって、でも山椒めっちゃ食っとったからどっちが正解なのかと思って。私も山賊焼きって言われてたからさ、何それなんか山賊焼きやんのと思って。いや俺も逆にそれ思ったコメント俺も見たから。え見てたんだ。山賊焼きはあれやニンニク生姜がめっちゃ効いとうチキンみたいなさ。そうなの。逆にそれ知らんかった。山椒焼きしか知らんかった。えちなみに山椒焼きは自分で作った？うん違う違う、家の近くの定食屋さんが見つけられなかったんだよ。独特。うち冷蔵庫ないから。なんなんそれ。あ、じゃあそこから頑張って恋愛の話して、じゃあ冷蔵庫がない彼女はどう？うわ冷蔵庫がない彼女はダメなの。おいどうしてあんたがないのよ冷蔵庫。一個決めてるのは彼女、うん、できてもう料理してもらうってなったら冷蔵庫を送って決めてる。それまでは料理絶対しないし、その時間九州男子だ、その時間疲れるから置かない。あ水も常温でいい、必要なものだけってこと。そうこれ恋愛の話。分かってる分かってる。一番最後のやつがなくても分かってる。なるほどね。冷蔵庫のサイズはいいわ。サイズ全部飲めよお前。冷蔵庫のサイズ、冷蔵庫のサイズ、それも恋愛の話じゃない。だってその彼女に追いその同棲した時に起きやすい冷蔵庫のサイズ。誰が興味あんねん。みんながさあ、じゃあ恋愛の話しかしないんだここはって言ってパッて見たら冷蔵庫の話しかしてないそれでだからちっちゃいニトリで買えるような一人暮らし用なのが電気に電気屋さんに行って両開きできるでっかい冷蔵庫の。ああでもそうだね。乗るな。中型ぐらいだね。中型ぐらいだね。乗るな。それじゃあもうちょいちゃんとした恋愛の話する？いやいやするじゃなくて、なんかこっちが まるでしたいみたいな。じゃあしちゃうみたいな。じゃあどういう人がいいかっていう話。じゃあすごいじゃん。あ、もう知ってるよあなたはもうだって。え知ってんの？もうじゃあ好きなタイミング言ったじゃん。言ったっけ？言ってたよ。せーので見ます。いいよ。せーの。サイレンザイ言ってたんだから。言ってたら正解じゃない。違う正解じゃなくて、あんたが言ってたのよ動画で。言ってたか。会えないっておもろかったのに。一回でこれ切れちゃってんのよ動画。そう誰も確認する人がおらんって。そう。今たまたま見たら。11分までしか撮れてないですってなって、そうめちゃくちゃ結構話したんだけど、そう対面材までしか行けてなかったあんなことやこんなことを結構話したよね。そうマジでおもろかったのにだいぶね。だからこっからは業務的に進めていこうと思うねんけどそうね一旦ね。そう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 。この前テムで何買ったんやっけ。10着ぐらい買ったんだけど爆買いして。何を買った？バニーのデリケートゾーン上げてるやつ。あごめん間違えた。バニーセーラー服のデリケートゾーン空いてるやつ、ラメちゃんのあのヒョウ柄っぽい感じで尻尾ついてるやつがお気に入り。誰に着せたくて買ったの？セッションフレンド。
いやいやいや、無理よ。無理よ。もうなんかこれもうエロの話で、恋愛に戻れない。のせいやからエロ。恋愛に戻れない。あんたが全部そっちに持ってってね。そうだっけ。そうだよ。俺が悪いのか。付き合う人の絶対条件3つ。かわいい。料理ができる。うん、厚かましい。次。厚かましい。厚かましいね。いいいいいい。じゃあ行こう。まあまあまあ。品がある。品がある。厚かましい。ちゃんと働いてる。エロいじゃないんか。確かに。あ、エロじゃない、そこは。じゃあそこで、こんだけの条件揃っとんのに、自分のその要望を聞いてもらわれへんかな。あやとしたらもうこの3つじゃないことが、そっかそっかそっか、なるほどね。何でも言ったらある程度聞いてくれる、全てを聞かれるとこっちもなんか面白くないってなっちゃう。じゃあ追いかけたいのか追われたいのか。あ、追いかけたい。でどうせ振り向いたらプイってなるんでしょ。いや、ならないね。そんなんさ、自分が狙ってない人から追いかけられたら、追わせない。え、どうすんのそれ。連絡とか俺返さない、絶対。思わせぶりをしないと。あ、しないしない、絶対しない。でもずっと来とったらここも諦めず。もうだって返さないから、もし来たとしても最初からだったら。ああ、一瞬ひまわりいた。ひまわりいたけど大丈夫かな。対面であったとしても、もう僕は興味ないですよっていう、避けるとかではなく、そういうのじゃないよっていう意思表示をするじゃん。わかりやすいってこと。わかりやすいと思う。MVP やないけど、討論者。おお、ENTP。 何色？紫。え、私今めんどくさいよ。紫と紫に囲まれてるってこと、うん、あ、ちなみにここも紫じゃない？え、紫なの？ ENTJ、指揮官。指揮官だって。私 INTJ、 領事官じゃなくて、の建築家。 MBTI って当たるの？恋愛において当たりね。まあ当たると思う。当たるんだ。え、ってかこの前あったで、その人が恋に冷めやすい瞬間っていう。はいはいはい。お寮の呼んで。お寮の。俺は熱しやすく冷めやすい。ちゃうわ。あんたのプロフィール誰も聞いてないから。ENTP は元彼と比べられた時に冷めるらしい。あー、冷めんのかな。絶対自分の方が上って思っちゃうから。あー、いやENTPA です。なるほどね。この方は、あ、そのポジティブな方だった。あ、そう。建築家のその恋愛感はどういう感じなの？一目惚れ。ああ、一目惚れなの？一目惚れなの全部。 INTJ って一目惚れやね、結局。なんかそれを認めたくなくて、絡まないと分からないとかって思ってるけど、案外第一印象で決まってるなとは思う。ああ、でもそれはそう。でもそれはそうだよ、私も。うん、あの、結構第一印象で変わる。最近、前まで中身が重視って言ってたけど、最近は外見、やっぱ人間大切やなって思うようになってきたから、うん、中身重視って言わんようにしてる。たまにそれを越してくるぐらい感情でバッてくる人もいるけど、私も結構パッて会った時に恋愛対象か友達かってこう結構最初で決まるの、私結構。けど全然最初はだってそらタイプかどうかっていうわけ、うん、でその後にそれを越してくる熱量で来たら全然揺れ動く。ああ、そうなんだ。ない、全くないかも。マジでない。いや、てか全くない。もうすごいけなげにずっと疲れて、でコロッと言ったことはない。意外にしてほしい。マジ？ない。寿司は？言える。寿司は？いや、私はね、結構コロッと言っちゃう。言っちゃうんだ。でもここの人たちは、うん、一旦置く、興味なくても一旦置いて相手 あのスペックを見る。この人と付き合った時に、あ、私にはこういうメリットがある、いいところがある、私が幸せになれるものがあるってなると、なんか惹かれる魅力になってくるのよ、それが。たとえ顔がタイプじゃなかったとしても、その自分の思いプラス尊敬できる他の部分でカバーできるのよ。でもそうじゃないもん。だから結構中身重視ってことだよね。え、でも外見大切だよね。もちろん。え、でもだからそれは多分あの女の方な気がする。で、多分俺と王ちゃんはその男のみたいな感じな気がする。え、でもね、私はそれももちろんあるんだけど、気持ちに訴えかけられたら弱い。なるほどな。でも絶対それ後で後悔するでしょ。後悔して
後悔しかしてない。そうだよね、ダメなんだって。はっきり分けた方がいい。その優しさが一番、その優しさが一番ダメなんだって。そうなんだよね。逃げ宗教に入ろうと逃げ宗教入ろうとしてる。月額何円ですか？1000円からで。安かった。安くないやろ。高いわ。ありやすい。高いわ。でもその代わりやっぱこう自分が求めてるような人とかいいなって思う人の出会う確率は多分少ないと思う、人より。でも多分わりかし恋愛体質だからそんなに少なくもないかもしれない。分かるわそこはめっちゃ分かるわ。え、恋愛体質、恋愛体質すぎる。そうだよ、ね、だって常に私メンバーに言ってるもん。あとやっぱ出会う数も違う。ああ確かに、ね、飲みに行きすぎて、あらゆる方向から来すぎたら一気に相談する。この人はこういうのでこういうのでこういうの、この人はこういうのでこういうの、どっちがいいと思うとか聞いてる。え、でもそれ最初結局どうこう言われても自分のあれでしょ。私見る目マジでなくて。あ、ないんだ。私がいいなって思った人は大体クズやった、うん、そうだから友達に相談しないと私本当に失敗するの。だから相手の意見を聞きたい。でも聞いたところで好きやったら行くの。行ってるやん、行ってるやん。好きやったら行くの。なんだこの時間。で、恋愛体質じゃないんだ。いや、恋愛体質じゃない。あ、迷ったね。じゃあ恋愛体質じゃない、あの好きになりにくいだよね。けど冷めにくい。私はあの本当に熱しにくく冷めにくいっていう、めっちゃだるい。え、でもそれはすごい一番いいと思うけど。好きになるまで結構時間がかかっちゃう。え、でも今までマジ好きってなった人、一目惚れが多かったかもね。え、結局お前もかい。結局時間返すねお前。何やねん。え、今言ってた話は真逆やんけ。全然、ね、あの熱するの早いやん、一目惚れ。何を一瞬やから。ほや一瞬話こうやって聞いてみたら、お前もかい。じゃあもう、じゃあ分かりました。最後に好きな AV のジャンル歌って言ってもらっていいですか？あー聞きたい、気になる。一番見るカテゴライズは、カテゴライズ結構あんま絞られてないんだよな。でも1対1マンツーマン汗だくみたいな感じのぶつかり合い。汗だくの時点で性癖出てるわ。ぶつかり合いが好きかも。ぶつかり合いがもう本能でやってるみたいな、そのぶつかり合いが結構好きだ。だから特に高まってる時は結構年上の女性見るかも。恥じらいない方がいいから。あ、どうなんだろうな。めっちゃ喋るやんこいつ。止まらんやん。めちゃくちゃ喋るやんけ。止まらんやん。これ収集つかんない。はい。で、だから大人が3人集まったら下ネタにしかならへんけど。そうよ、下ネタ話してる時が一番楽しいんだよな。じゃあ、あんただけやで。俺だけか。はい、ということで今回ね、まあ、いろんな深い恋愛の話ができて、深い恋愛の話なんかもうほぼエロどこよ。ほぼエロだったわ。最後一回みんなで乾杯しよう。はい、乾杯。アラビアンナイトやん、こっから見たら結構アラビアン、アラジンかと思った今。アラジンってこと？石油王かと思った。あ、でも分かる。タワーは巻いとったらめっちゃ分からへんもん。石油王かと思った顔してる時。いや、一回それやってやん、企画で。一回じゃあ3人でターマン飲みしょ。何？なんでこっちがターマン巻かなかった？なんでうちらまで。いや、うちらは別にアラビアンナイト系じゃないのよ。一緒あなただけで。いや、一緒に一緒。なんかサイゼリーみたいな感じでやりたいよな。なんかミッケみたいな感じで、この中でヒゲ探せみたいな。ターバン巻いてる男性の中からやりたいよな。ということで、もうあんたが怖い。こうやって繋いどう、アイゼリーめっちゃ頑張って締めの言葉考えとって。今回もありがとうございました。また。いいか。